鮫島タイムスです。東京都知事選最大のサプライズは、人気 YouTuber で前安芸高田市長の石丸伸二氏が出口調査で立憲民主党の擁立した蓮舫氏を抜いて2位に躍り出たことでしょう。蓮舫氏の支持が60歳以上に偏っているのに対し、石丸氏は10代から50代に幅広い支持を得て、既存政党への不信感が無党派層、とりわけ若年層や現役世代に幅広く広がっていることを示しました。石丸氏は今後について既存政党と組む考えはないと明言する一方、国政進出や新党結成についても慎重な姿勢を示しています。けれども今回の都知事選挙での大躍進は政治的にも無視できません。一方で政治家石丸伸二には気がかりな点も多々あります。石丸伸二とは何者か、そして今後政治家としてどうなっていくのか、今日は大胆に分析してみましょう。石丸伸二の実像は選挙戦最終日、最終演説の内容ににじみ出ていました。彼が最後の演説に選んだのは東京駅前の丸の内広場。三菱グループ企業の本社がひしめく三菱の街です。石丸氏はここでマイクを握り、選挙は最高に楽しかった。そういった上で、最後の演説をここにしたのは私のわがままです。どうしてもここでしたかった。そう言いました。京大経済学部から三菱 UFJ 銀行に入り、経済アナリストとして東京やニューヨークに赴任した石丸氏。4年前に故郷安芸高田市の市長に転身しましたが、彼がこの選挙戦最もアピールしたのは市長としての実績ではなく、経済アナリストの経歴でした。石丸氏は大学を卒業した後上京し、この丸の内で行われた銀行の入行式に出席。その当時を振り返り、東京駅の大きさ、人の多さにびっくりした。最終演説でこう切り出したんです。そしてそこから私の夢が叶い始めたと強調。初任地の兵庫県姫路勤務を経て、経済アナリストに抜擢されて東京丸の内に戻ってきた。そして丸の内の丸ビル36階のフレンチ店でご飯を食べた。その当時の上司との思い出を次々に語り、上司に感謝してるとも言いました。すべての出発点がここ丸の内にある。ここに来れて本当に良かった。東京は夢が叶う街。私も夢が叶った。こう続けたんです。石丸氏の最終演説はまさに石丸氏のサクセスストーリー。そうした内容一色でした。石丸氏はこの選挙戦を通じて小池都政をほとんど批判せず、三井不動産はじめ大企業が絡む明治神宮外苑の再開発問題についても批判を避けました。小池都政、大きな問題になっている政官業の癒着、政治資金や天下りの問題とは一線を画したんです。政官業の癒着を厳しく追及する立憲民主党の蓮舫氏よりも、自民党や三井不動産とタッグを組んで都心の再開発を進める小池百合子知事、こちらに近い立場に見えました。物価高や低賃金に苦しむ庶民に寄り添う姿勢はほとんど見せず、大企業に勤める勝ち組サラリーマンの代弁者。私はそんな印象も持ちました。石丸氏自身が自分のわがままといった東京丸の内での最終演説、それはまさにこの石丸氏が勝ち組サラリーマンだったことを象徴する内容だったんです。もしかしたらここ丸の内に戻って自らが凱旋演説する、それこそが石丸氏この都知事選挙で最もやりたかったことなのではないか、そんな印象も持ちました。まさに彼が選挙中、東京を動かそう、そう訴えた東京とは、大企業がひしめくこの三菱の街、丸の内のことだったのではないか。猛暑の中、石丸氏は毎日のように10カ所以上で演説を繰り返しました。これは相当体力も消耗したように見えた。凱旋者の上で疲れている表情を浮かべたこともありました。けれどもその演説内容は総じて抽象的。東京を動かそう、選挙を楽しんで、そのような内容が続いて具体的な政策論はほとんど聞かれませんでした。群衆に向かって熱く訴える政治家というよりも、カメラに向かって気さくに語る YouTuber、 そんな印象を強く持ちました。街頭演説に駆けつけた人も石丸氏の YouTube を見ている人が大半だったようです。けれどもこの石丸氏が多くの支持を得て出口調査で蓮舫氏を上回ったという事実は見逃せません。
これはやはり若年層現役世代に既存政党への不信感、とりわけ野党の立憲民主党や共産党に対する拒絶感が強く広がっていること、ここは無視できないでしょう。やはり現在の野党が伸び悩んでいる最大の理由、それは高齢層を中心としたコアな支持層の方ばかりを向いて、無党派層、若年層現役世代、こことの距離がどんどん広がっている、こうした現実が今回石丸氏の大躍進につながった、そういう分析が成り立つと思います。一方、石丸氏が出馬したことでアンチ小池票が分散し、この都知事選、本来は小池都政の是非が問われるべきところ、それが単なる順位競争になってしまった、そんな感は否めません。その結果、世論の批判は小池百合子に向かうのではなく、石丸氏対蓮舫氏の2位争いに向かった。この結果、小池百合子は批判を免れ、最終的には逃げ切る形となりました。石丸氏と蓮舫氏の票を足すと小池百合子を上回るのに、つまり半数以上の都民が小池百合子を評価していないのに、結果としては現職小池百合子は逃げ切る、こうした結果を生んだ最大の立役者は石丸氏だったとも言えます。この石丸氏、今後はどうするのか。本人は政治活動は続けるとしつつ、国政進出や新党結成の可能性には慎重な姿勢を示しています。そして既存政党とは組まない、そうした姿勢は鮮明にしています。選挙中でもなぜ都知事を目指すのか、それは都知事が巨大な権限を握っており、東京を動かせば全国を動かせる、そう称しました。一方、市長時代も市議会との関係は悪化、議会の多数派工作はとても苦手という感じは否めません。市長は提案するまでが仕事、市議会に否決されたらやむを得ない、それは市民代表の市議会の判断だ、そんな割り切った姿勢も示していました。その感じでは都知事になっても都議会を乗り越えるのはなかなか難しい、まして国会議員の一人として国会の多数派工作に加わる、これはとても苦手のように見えます。本人もうぞうむぞうがひしめく国会議員に一人の議員として加わって、その中で飛躍を目指していく、そんなプロセスはほとんど想定していないのかもしれません。一方で、今回の選挙戦ににじみ出たのは、最終演説にも見られるように石丸氏の東京への強い憧れ、こだわり、その姿勢から見て一番の本命は4年後の東京都知事選への再挑戦かもしれませんけれども、果たして石丸フィーバーが4年間続くのかどうか、そこは見通せない。当面はおそらくテレビのコメンテーターなどに引っ張りだこになるでしょう。元大阪府知事の橋本徹氏や、前明石町の泉房穂氏にとって代わる、そんなポジションを狙っている可能性もあります。しかし、一旦テレビコメンテーターの世界に入った橋本氏や泉房穂氏が、なかなか政界復帰の道筋が描けない。石丸氏もテレビコメンテーターとしてマスコミの世界に深入りすると、政界復帰の道筋は遠のく可能性もあるでしょう。所詮は勝ち組の代弁者なのではないか、そんな印象もあります。一方で、まだまだ41歳、今後この都知事選での経験をもとに政治家として一皮も二皮も化ける可能性もある。鮫島タイムズ、この都知事選の影響、次の解散総選挙に向けた政局の動き、引き続きどこよりも早く分かりやすくお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。